速稼塾の久保です。おはようございます。いろんなところで夏祭りが行われていますよね。皆さん今年の夏はね、どのようなお気持ちでお過ごしでしょうか。中にはですね、速稼塾に出会って、借金がなくなってね、逆にお金が増えていったよという方、結構いらっしゃるんじゃないかなと。私も全国行ってですね、この目で、実際に目の前の人から確認できるのは非常にありがたいなというところでございます。特にね、先日バリ島に行った時っていうのは、バリ島に来れるようになっているっていう状態っていうのがすごくいいなと思ったんですよ。というのが、お金が十分ある人って別に速稼塾なんてね、来ないわけですよ。だから何がしかのお金を失うようなことをしたりとか、暗号通貨でやられちゃったとかね、誰々さんに騙されちゃったみたいな人がいろいろと信じれる人を検索して、自分の資金状況をなんとかならないかなっていう形で速稼塾に来ていただいた。そして速稼塾にかかった結果、その資金の悩みっていうのが少なくともなくなったんで、いろんな活動ができるようになってね、余裕ができて、ついには海外旅行まで行けるようになったということなんですよね。でバリ島の旅行も一口で言うと、日本からバリ島に行くのに15万円前後かかります。でバリ島の3泊5日の間に15万円ほどかかります。その他にバリ島に行ったら、大体ね、私がおすすめする BRI 銀行とか OCBC 銀行の口座作るんですけども、一つの銀行作るのに大体預金額40万前後いるんですよ。そうなるとバリ島に行くって時点でもうね、200万とはいかないですけど、100万から200万の間の現金を持って行ってるってことなんですよ。しかも余剰資金です。どうですかね、これは本当にすごいなと思うんですけどね。こういう人たちが2月にもいっぱい来てくださいましたし、今回も20数名の方がね、ご一緒されたということで、50名ぐらいの方がこういうふうな資産回復をして海外にお金を預けるところまで来たのかなと思うんですよ。もちろんね、私のおかげではないですよ。私のおかげばっかりじゃない、私は単なるきっかけであって、本当に一人一人の方が自分の考えで、自分の行動力で、自分のリスクヘッジで頑張ってくださったからだと思うんですよ。だから私のやってることってのは100分の1ぐらいで、99はその方がやったことなんで、速稼塾すごいだろうみたいな気持ちは全くないです。速稼塾ってものは、いわゆるね、一つの屋根なんですよ。屋根の下に集まってきた人、雨が、ね、降るじゃないですか。雨が降ったら雨宿りの感じで速稼塾に、ちょっとね、雨よけで来てくださったんですよ。で雨よけをして晴れ間が見えたから旅立っていくみたいな感じですよね。まさにね、晴れ晴れとした気持ちでこの夏過ごしてるんではないかなと思います。で昨日はですね、動画の放送の中でちょっとね、投資のことについて、またメッセージを送らせていただきましたけども、投資は余剰資金でやってますかとか、いつの間にか自分がやってる案件を信用しきって、もう身の丈に合わないような金額いっちゃってませんかとかね。中にはね、本当に生活資金とか人の預金とか、学習保険を振り替えてとかね、入院する費用をこっちに入れちゃったとかってありますけども、そんなギャンブルみたいなことはね、しちゃダメですよっていうふうに、一部呆れてというかね、これなんか完全に私の、発信を無視して自分の勝手な判断でやってるっていうふうにね、ちょっとお叱りさせていただきましたけども、いや本当にここはね、間違えないでほしいんですよ。どんなことも絶対ではないって言うじゃないですか。でどんなことも余剰資金でやってくださいと。それがなくなっても生活困んないと、支払い困んないような状態にしないと即死しますよ、本当にね。そんな危なっかしいことを私やらせてるつもりは全くないですからね。例のやつにしても、例のやつに全資金を振り向けろみたいなことはね、絶対言わないですよ。借金をしてやれなんてこと、全然考えられないですよ。10万円一口がもういいじゃないですか。13万とかね、14万に増えていくわけですから。でそれじゃあんまり儲かんないからって欲でオーバーランしてしまうのは、それはね、私の止められないですよ。そういうこと、久保さんこういうふうにしていいですかと、私は貯金がありませんと、毎月20万の給料ですと、でも例のやつに100万円いきたいんですって止めますよ、それはダメですよって何やってんですかと、でそこで全資金失ってもいいんだったら、それはもうあとは自由ですよという話しますけども、これをね、忘れないでほしいなと思うんですよ。信頼すればするほど脇が甘くなるんですよね。だから危なっかしいと思ってリスクヘッジしてもらいたいなと思うんですよ。でも多くの方は危なっかしいと思ってるものにもリスクヘッジしたいんですよ。阪神淡路大震災とかね、東日本大震災みたいな天変地異を私たちは目の当たりにして、日本全国各地、もっと言ったらですね、世界に影響を与えたような天災に何度経験してもですね、じゃあ地震が今日南海トラフが起きました、なんか準備してますって時に、結局してないはずなんですよ。結局してないですよね。ペットボトルの水を200ケースどっかに置いてるとか、
保存食を家族4人2ヶ月分保存しているとか、電気がなくなったら困るから充電器を買っていつでもバッテリーオンにしてるとかね、ソーラーパネルの準備してるとかないんじゃないかなと思うんですよ。私こう言いましたね、月収の 1% をそういった天災に対するリスクヘッジに使ってはどうかと。20万円の収入がある人は2000円、捻出するの難しいですかね。あれから2年ぐらい経ちますけども、私がねこういうことを言い始めて、今毎月2000円でも10ヶ月なら2万円、20ヶ月だったら4万円の備蓄ができているはずなんですよ。この4万円の経費で何ケース水が買えるかってことを考えたら、もう置くとこは困るぐらい買えますよね。どのぐらい、保存食が買えるかっていうことも、防災グッズが何個買えるかってことも、もうね想像に難くないと思うんですよ。まあでもね、私の言ってることを軽んじて別の方法を取るのもそれも自由ですから、そこまでね、やってないからダメってことも言いませんし、私もねリスクヘッジするのに費用を割くことによって今日使いたいお金がなくなっちゃうっていう現実も分かりますんでね、何とも言えないですけども、ただ速稼塾として責任を持って発信していきたいのは、余剰資金で投資っていうのをやることっていうのが大前提、それからちゃんと資金計画をしてますかってことですよね。いくら欲しくっていつまでそれをやるのかっていうところ、それからいくらを投入していくらの負けだったら共有できるのかってことを、これね日々確認するんですよ。投資する前に1回決めるだけじゃなくって、1日経ったら朝また考えるんですよね。自分の関わってる投資案件とかなんかね、ビジネス乗っかってるものはこの4つの条件今でも変わってないかな、それをずっとしないとダメですよね。ちょっと別の資産の変化があったから変更しようかなっていうふうに軌道修正するっていうこともすごく大事です。だからね、これ大丈夫だろうと思って依存しろってことはないんですよ。どんなものも依存しちゃダメですよ。それがなくなっても大丈夫なようにリスクヘッジをするっていうのが投資のトレーニングですからね、投資のカリキュラムですから。だから美味しい案件ですよ、はいあとは終わりですよっていうことは私は全く発信してないですからね。だからそこはね誤解ないようにやってもらいたいと思うんですよ。ほんとね、断るごとに私何回もこれ言ってますからね。何かが起きたから慌てて責任回避のために布石を打ってるわけでも何でもなくって、過去ね2013年からずっとですよ。これは月に1回以上発信しますからね。そのぐらい大事なんですよ、リスク回避っていうのは。まあそんな感じでね、今日の放送、昨日はねちょっと強めの発信しちゃって今日もそれにかぶせるような感じだったんですけども、私のことをね信じてくださってる方のために、もしくは信じてはないけども資産を減らしたくない方のために、絶対のこう、ね、一発で何もなくなっちゃうみたいな状況を避けるための、まあ、情報発信として捉えていただければ幸いでございます。で、私の暮らしもですね、まさにねリスクヘッジの塊ですからね、あらゆるものをリスクヘッジしてます。唯一できてないのが私は女性関係です。奥さんに逃げられたら私は他の女性がいませんので、ただね浮気を全くしないっていうね、このリスクのなさ、リスクなさっていうかリスクヘッジのなさですか、それでいいんですよ。もう、ね、大好きな人のために一人ぼっちになることもね、全然可能も構わないっていうかね、まあそうならないように一人の人を愛し続けるのが最大のリスクヘッジかなみたいな、こんなおのろけでまとめさせていただきます。それでは失礼します。